はい、ということで、ね、今日は、何時だっけ、16、9時16日あ秩父はい、もう一回直し秩父炭鉱旅券旅券って旅行直し、直し大丈夫、お前し編集するから大丈夫、台本考えてからにしろよ、お前ちょっと相方が今日はあの犯罪者なんで、あの顔映せない感じで申し訳ないんですけど、ちゃんとお前罪は償ってるよ、俺は嘘償ってんの、それで。そうだよ、ちゃんと償ってないよ、ちゃんと切る、ちゃんとお前満期で出所したよ、俺は満期満期、あ、期間があんの、模範囚だから俺出れたの、出れた、22年いつ出たの、先月、先月喉やられちゃった、牢屋でピッコロ大魔王みたいに喉から出すか初代のな、初代のあれ生まれたの何つったっけあれ、いろいろ生まれたじゃん、マジュニアだっけな、ドラムとか、ドラム、あ、ドラムっつうの出たの、出たじゃん、あの、あいつに食われちゃったじゃん、え、やじろべえに食われちゃった嘘刀で切られた、あ、嘘、あれシンバルだっけ、ドラムだっけ、うん、あ、あれってピッコロから出たの、あれピッコロが産んでたじゃん、マジか、なんか泣けるな、お前どっから出たの、俺はお前埼玉県から県から出たの、県からそう考えるとお前もなんか出たんだな、出たよ、母親からな、いや、親父かもしれない親父から出ねえだろ、お前どんだけだよ、お前ピッコロ大魔王って親父みたいなもんじゃない、大魔王か親父から出ないでしょ、じゃあ入ってく親父に入ってくのすげえな、おい のれんくぐってく入ってる入ってる3人なんだけど一人で入るよあ、生まれてて親父に入ってくっていうパターン、そうそう、まあ、それもで、一杯やっても次の一杯やっていくの、そう、ね、とりあえず、中生と板政板政中生と板政板政親父に入った後ね、入った、うわ、やだ、いつ出てくるの、突き出しは金ぺらごぼういや、きたねえ名前何それ、親父に入って頼んで出てくるわけでしょ、頼む、頼む前に出てくる突き出しだから突き出しひどいね、ひどいよ、それだけ食って帰ってたから、ひどいな、ひどいよ、じゃあまた